皆さんこんにちは、モレノです。本日は世界の早尾、川辺早尾をレビューしていきます。エボリューションになります。今週いろんなエボリューション来ている中、まあ三笘であったり、まあ久保建英も目玉の一人ではありますが、個人的には日本人で一番目玉なのはこの川辺じゃないかなと僕は思っておりますので、今日せっかく作りましたのでレビューしていきます。バースデーマジックの迅速プラスがつくエボリューションです。で、川辺がまあ今 3、4万ぐらいになるので、で無料のエボリューションになるので、まあ実質で川辺持ってれば無料でできますし、まあ4万コインでこのカードが手に入る感じになります。身長178センチ、ミディアムワークレートのスキル5、逆足4の右利きの選手になります。まあスキル5結構いいですね。で、まあ、ミディなのは正直気になるんですけど、ちょっと後で説明します。で、今回、シャドウをつけていきます。で、このカードかなり能力強いんですよね。それこそハンターつけて、決定力97までいきますので、ストライカーやらせるっていうのも全然できると思うんですよ。むしろストライカーで使ってみても面白かっただろうなって今思いますね。ただまあ今回中盤で使っていきます。で、影をつけることによって、まあ、ドリブルが敏捷性バランス99いって、かつまあペースも99いくので、おそらく結構強いと思います。で、かつスタミナ99あります。で、プレイスタイルも悪くないです。ローブタツ、パワーシュート、トラッパー、フレア、迅速、容赦なし瞬速。で、トラッパープラスに関しては、ストライカーの選手、もちろんどのポジションにおいてもあるに越したことないんですけど、中盤の選手のトラッパープラスってかなり強いので、まあ、この、強いプレイスタイルを2つ組み合わせたってことによってどう出るか見ていけたらなと思います。で、おそらく、まあ、伊藤洋輝持ってる方であればそんなに難しくはないので、まあ、伊藤持ってれば結構簡単にチームに組み込むことができる選手です。まあ、ただね、とはいえ渋滞してるポジションでもあるので、そこはファンカード的な要素も入ってくるんじゃないかなと。442のアタックサポート前へ行くをつけていきます。理由としてはこのカードミディアムなんで、前に行くをつけないとかなり微妙な動きをします。なのであえて前に行かせることによって、かなり攻撃的に川辺を使うっていうのが趣旨になります。という感じで早尾レビューしていきます。では早尾見ていきます。ドリブルに関しましては、最初一回構築者ドリブルと守備を上げるスタッツにしたんですが、もうドリブルは本当に素晴らしいですね。178センチでこのドリブルの感覚は本当にいいですね。それこそなんでしょう、シールドプラス、ドリブラーではないんですけど、シールドプラスを素で持っているようなイメージですね。それぐらい細かさも持ってますし、やっぱりなんといっても敏捷性バランスが99っていうのが大きいなと思いました。で、彼の AI 動き方に関しては決していいとは言えないですね。まあミディアムのワークルトの選手なんで、良くはないです。なので、攻撃時あえて、まあ、わざと思いっきり前に行かせることによって攻撃参加させるっていうのがすごくハマりました。で、今回正直プテジャス相方にしていたんで、まあ、そこはミスマッチだったのかなと思います。より守備的な選手を置いてステイバックにさせて、この選手をより攻撃的な CM であったり、まあ、4-3-2-1 とかに使っていればもっと生きたのかなと思いました。ただ今のパス素晴らしいですね。で、この選手ね、大胆持っているのでロングパスもできますし、全然しっかり守備もできるので、なんでしょう、まあ敏捷性バランスが早いのが本当にどこに置いてもいい風に影響してるなっていう。守備でもやっぱ早いので、とにかく一歩一歩この動きが、でかつまあ迅速プラスですね。そこがすごくいい風に影響してくれたなと思いました。なんでしょう、このような感覚の選手ね、独特なんですよ。やっぱセンターミッドの選手であったり CDM の選手ってペース、まあ、90代くらいは最近いるんですけども、99になる選手ってなかなかいないじゃないですか。なので本当になんだろう、不思議なカードでしたね。なんか強いとは言わないけど弱いっては絶対ならないし、
まあ、こことかもいいポジショニング取ってますよね。で、攻撃的なね、AI は攻撃ポジションにおいてはすごく悪くなかった。良かったですね。で、まあ、ここら辺動き出して、走り出して、まあ、前に持っていって、スピード持っていけるので、ちょっとここ今欲張りましたけど、全然今回ストライカーで、なんか、来週ストライカーで使ってみようかなと思えるような選手でしたね。あとトラッパープラスですね。トラッパープラス大きいね。ここは決めてほしかったね。トラッパープラス、中盤の選手はボールタッチ回数多いので、結構いいところで影響出てくれましたね。で、ここ最後決めてくれて、もう思わずパフォーマンスしてしまいました。顔は固有じゃないので、本当に誰だこいつ状態です。では最後。川辺駿をレビューしていきます。このカード普通に強いですよ。少なくとも 3,4 万で手に入るなら、あ、普通に日本人じゃなくても強いなと思えるカードの一人ですね。ワークレートとかがハイハイだったらなお良かったかな。で、プレイスタイル、ファーストタッチと迅速プラスのプレイスタイルは非常に強いです。組み合わせとしてもすごく良くて、で、この選手数値以上に、例えばシュートスタッツはボレーとペナルティが低いので若干低く下がっているものの、欲しいここの3つ上3つは平均88ありますし、守備スタッツに関してもヘディングアキュラシーが低いせいで、まあ、79しかないものの、実際に欲しいインターセプション、守備意識、スタンディングタックルも平均して81にあるので、自分のね想像しているよりもかなり強いんですよ。で、かつ、スタミナも99あって、容赦なしの白を持っているのは120分持つ体力もありますし、なんでしょう、すごく良かったです。で、それこそサイドバックとかでも全然使えますでしょうし、本当にどこでもできると思う。サイドバックやらせても別にいけるだろうし、ストライカーでも、逆後でね、フィニッシング97あって、まあ、シュートパワーちょっと弱いですけど、少なくとも3、4万だって思うと、まあ、かなりいいですよね。で、まあ、今回、フォークでシャドウつけていきましたが、ちょっとこれこの人さ、加速タイプ変わるのかな。もしかしたら、加速タイプを今回ハンターだったらかなり爆発的なんですよ、シャドウで。ただアンカーだと控えめコントロールエクストローシブになるから、なんだ1個ちょっと控えめの入るんで、こっちの方が合ってるかもしれないです。で、フィジカルを上げた方が、この選手のフィジカル的な、フィジカル95までいくので、本当にね、普通に3、4万の選手とは明らか思えないですね。で、アンカーがいいんじゃないですかね。だから、うん。なんかびっくりした。なんか今回 CF20 試合ぐらい育てる含めて、普通に強かったんで、楽しかったです。世界の早尾です。ぜひね、無料で作れるんで、今週ね、エボリューションいい選手多いんですけど、結構有料の選手が多いから、そこは残念だなと思っていて、唯一無料なのがこのバースデーマジックで、まあ、ここ、三笘とかもいるのかな。三笘、久保建英とかもここに置けるので、まあ、ちょっと三笘も作ったので、ちょっとどっかで動画出しますけど、2人ともね、なかなか魅力的、まあ、三笘、久保に目が行きがちですが、この川辺。日本人ならぜひおすすめです。普通にね、サブ要員としても悪くないです。という感じで終えていきます。もし質問、コメントあれば、あともし、このエボリューションめっちゃ強いですっていうのがいれば教えてほしいです。ではまた。